WWE「クラッシュ・アット・ザ・キャッスル」6月15日日本時間16日スコットランド最強女子レスラーが元 MMA ファイターの首締め女王による締め技に失神寸前タップ疑惑も浮上した場面にはファンも騒然となった。 スコットランドで開催されたプレミアムライブイベント「クラッシュ・アット・ザ・キャッスルで」で女子タッグ王者のビアンカ・ベレアジェイド・カーギル組がシェーナ・ベイズラーゾーイ・スターク組とアルバ・ファイアアイ・ラ・ドーン組と対戦三つどもえ形式の WWE 女子タッグ王座戦は白熱の展開となった注目のシーンが起きたのは試合中盤最強女子とも言われるジェイドがアルバへのホールを試みるも MMA 出身の首絞め女王 今年エーナが膝蹴りでカット。そのままジェイドを立たせて背後からのスリーパー、切り札クラッチを放った。するとジェイドはすかさず右手を細かくタップしたようにも見え、解説の堀江ガンツ氏も、ちょっとタップにも見えましたね。と指摘、しかし、レフェリーからのタップアウトのジャッジはされずに続行された。疑惑の判定には視聴者も、タップだろ、タップじゃないのこれ。 とぶつに、試合はその後ジェイドビアンカ組がシーナへの必殺技からカウントを試みるも、アイラがカット。そのまま横取りの3カウントで勝利をダッシュした。アルバアイラ組は女子タッグ王座初体感。アルバにとっては地元となるスコットランドの地でタイトルを獲得し、母国ファンからの歓喜の渦に巻き込まれた。ABEMAWWE、クラッシュアットザキャッスル。